どうも皆さん、こんにちは、ゆうです。本日はですね、フォースダンジョンのミストの洞窟に行ってみたいと思います。こちらですね、ちょっとニューがついてないのは先ほど言ってボスで死にました。なので2回目のチャレンジになります。いやーね、もうフォースになると、道中の敵は問題ないんですけども、ボスが格段とレベルが上がりますね。でまず入り口から入っていきたいと思います。いや、2回目なんでね、まあ、道中は全然問題はないんですけど、あ、もしよろしければボスまで飛ばしてみてください。途中でもね、いろいろ話はしていくんで、もしよろしければ見ていただけると幸いです。まあ、道中はオートでいいかなっていう感じですかね。手こずることはないと思います、道中は。ただね、ボスが、本当に、どのフォースダンジョンもそうだと思うんですけど、ガクッとね、なんかレベルが上がるので、ボスレベルがね、そこをどう対処するかっていう。ミストドラゴンの場合は、通常の攻撃はそんな問題ないかなと思うんですけど、あの、霧になった瞬間、そこで攻撃しちゃうとカウンターがかなり強烈なので、そこをどうしのぐかっていうのが攻略のポイントかなって思います。そうですね。一応、ここのスペシャルスコアの条件が、クリアですね。スペシャルスコアの条件が、ミストドラゴンに闇属性攻撃することと、あとカウンターをせずに、勝利することですね。勝負ですね。一応闇属性攻撃はクローマー同士の必殺技がそうなんですけども、今回厳しそうなので外しました。続いて、途上ですね。スタミナが回復してもう一度チャレンジしたいと思います。はい、ということで、スタミナを回復したんでやっていきます。ミスの洞窟途上になります。バトル開始です。まあ、この辺は問題ないで、問題ないんでね。まあ、スラスラいけるんですけど、問題がボスなんでね、そこをどう乗り切るかっていうのがポイントですね。はい、オートでね、サクサクやっていきたいと思います。はい。はい、で、一撃です。はい、クラウドでも一撃ですね。まあ、装備は前回と同じなので、前の動画を見ていただければ、装備がね、どんな感じかっていうのはわかると思います。ラウンド3ですね。はい、クリアです。まあ、この辺はサクサクいけます。問題がボスなので。風のオークショーですね。さあ、ボス戦のミスの洞窟出口になります。さあ、問題が、ミストドラゴンです。ラウンド1です。ラウンド1、ラウンド2は問題ないでしょう。ミストドラゴンなんですけども、霧になるタイミングがね、なんとも言えないので、霧になった瞬間も攻撃体制の準備が始まっちゃってるともう攻撃になっちゃうので、その辺がすごい難しいんですけども、まあそれは自分の感覚でやります。まあ大体3ターンぐらい攻撃できるかなっていう。くらいですかね。ボス戦ですかね。ラウンド3、ボス戦です。オート解除します。まず1ターン目ぐらいですね。相手の攻撃がどこで入ってくるかっていうのが、少し見物になってきますね。ここですね。ここのタイミングで来るので、だいぶ白間に、今2ターン目ですかね。ちょっとそろそろ危ないんでやめますね。安全策を持って防御にします。あまり刺激しないのがいいですかね。霧が溶けて一気に攻撃する方がいいと思います。それまでね、弟子とかで応援で攻撃力を高めていけるって感じですかね。
普通の攻撃がそんなに高くないので、ミストドラゴンは。この霧の状態の反撃が一番きつい。こんな感じね。クラウド今棒に刺しました。霧が溶けた瞬間に攻撃を仕掛けます。まあ、防御で。まあ、ここにしてもらって、まあ、この辺は霧が溶けるまで防御。これですね、今のうちに攻撃を仕掛けます。まあこの辺も一応怖いんで、一旦やったらちょっとすぐ防御します。もう一旦ぐらい多分平気だと思うんですけど、一応怖いんでね、何よりもカウンターが怖すぎるので、このミストドラゴンが通常攻撃はそんな強くないんですよ。ひたすら防御ですね。ちょっと時間かかっちゃうかもしれないんですけど、これが一番安全策なんで、ご了承ください。多分応援が、弟子のね、応援の効果が切れちゃうと思うんですけど、まあ、しょうがない。霧に姿を変えましたね。まあ一番安全策ですね。ちょっと長期戦にはなっちゃいますけど。もうひたすら防御で。ここですね。多分2ターンぐらいいけると思うんで、2ターンぐらい攻撃しちゃいますね。やっぱ応援の効果が切れてますかね。ちょっとそろそろやめますか。怖いんで。次防御きます。ここからしばらく防御します。タイミングが難しいんで、安全策取ります。クリティカルですね。はい、ひたすら防御です。多分行動回数で多分いい点が取れないです。もうスペシャルスコアもカウンターせずにクリアするっていうのだけなんで、多分マスタークリアは厳しいかなとは思いますけど。今ですね、チャンスだ。今攻撃したと思います。奥。このボスがね、ボスダンジョンになるといきなり HP とかもレベルが上がるので、なかなか倒せないですね。お、倒しましたね。まあ、こんな感じで、まあ、安全策取って防御をひたすらするっていうのが、攻略の近道かなと思います。はい、まあ、グッドですね。はい、スペシャルスコアがカウンターせずに撃破、これが可能になります。まあ、当然行動回数がね、ちょっとあんまり良くないんですけど。デフィルスのレベルが上がりました。マスタークリアではなかったですね。あとでもう一回レベル上がってもチャレンジしたいと思います。はい、ということでね、なんとか2回目で、フォースダンジョン、
5、ミストの洞窟ね、クリアすることができました。ここまでご視聴してくださった、皆様本当にありがとうございました。もしよろしければね、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。以上、ゆうでした。